はい、2品目は、おろしレンコンのサムゲタン風まったり鍋です。レンコンをおろして入れて、そうするとこうとろみがつくというか、こうまったりとしたこう滋味というかね、はい、そう深い旨味が出るので、で最初にかじった時にほんのりやっぱ甘かったので、それがいい感じに作用するんじゃないかと思って、多分この雪の中で食ったらもうめちゃくちゃ体に染み渡ると思いますんで、作りたいと思います。サムゲタン風ということで、レバーを煮込みたいんですよ。本当はサムゲタンはね、丸鶏を煮込んだりするんですけども、まあキャンプなんでちょっと簡易的にいきますけども、まずは、はい、タッチオーブンにお水を入れてちょっと沸かします。その間にあのラーメンのスープ作る時みたいな感じで、ネギのこの青い部分、あとは薬味ですね、生姜、ニンニク、それぞれ一かけで十分です。OK、 ではここ滑った。やっぱね、骨付きはね、旨味が出ますんでね、はい、まあ、これはその鍋の大きさに合わせてですけど、今回は手羽先5本ですね。でネギと、ネギの青いとこと生姜、ニンニク、はい、これで焚き火で、これ焚き火でコトコト20分ぐらいじっくり鶏のうまみをスープに出します。その間にお野菜を切りましょう。キノコめっちゃある。舞茸、しめじ、しいたけと、せっかくだから全部入れちゃいましょうか。でっかいしいたけ、これ長野のしいたけすごい、で富山だ、食べ応えある。キノコもね、スープを吸うんでね、ちょっと大きめに、で、うわー、でかっ、こんなでっかいの舞茸、舞茸もしめじも入れます。キノコでしょ、そしてレンコンなんですが、今回2種類すりおろすのと、あと普通に千切りみたいなのを使おうかなと思うので、どうしよっかな、一応剥こうかな。いや、これびっくりした、こんなにレンコンも育つ環境によって味が変わるんですね。よし、これは食べやすい大きさに切りますが、いつも輪切りにすることが多いんで、
ケー。サムゲタンといえば高麗人参とか入れるんですけど、ごぼうで代用です。意外とねいけます。ごぼうは包丁の背で皮を剥いで、これはお好みですね。めっちゃ薄いのが好きな方はピーラーとかで薄くしてもいいですけどね。歯ごたえあった方が割と僕は好きなんで。わあ、太陽出てきた、嬉しい。太陽出てくるだけで嬉しい。毎年雪中キャンプ行くんですけど、今年はちょっと忙しくてまだ行けてないので、ちょっと今雪中キャンプ気分で料理作ってて、ちょっとテンション上がってます。あ、落ちちゃった。よし、オッケー。ちょっと見てみましょう。暑いかな。あ、料理酒ちょっと多めです。料理酒入れると味がまろやかになってまとまりやすくなるので入れるといいですね。はい、おお、おお、ご機嫌。すごい。開けたら違う。なんかもう良さそうじゃないですか。おお、はい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 。すごい急かされる、慌てる音。オッケーオッケー。では開けてみましょう。うほー、めちゃくちゃいい匂いだよ。湯気で中全然見えない。うわー、うわー、もうほら、チーユが、鶏の脂が浮いて、うわー、めちゃくちゃうまそう。じゃあここに、はい、食感出すために分厚めに切ったレンコン、そしてキノコ、もう絶対うまいもんな。そしてごぼう、うわー最高。ちょっとだけ煮たい、数分、本当に数分。この間にネギも切って、
ネギも振って、もういいんじゃないですか。うわあ、この鶏のうまみがじっくり出たところに、このキノコの風味もギュッと出て、で、ごぼうの風味でしょ。レンコンすりおろし、これでね、独特の粘りととろみとまったりとした風味が出る。そしてちょっとピリ辛にしたいですよね。あー、ちょっと待って、完全に味付け忘れてる。お塩と昆布だしを入れます。味付けはお塩と昆布だし。あとはブラックペッパーで完成。さあ、これでおろしレンコンのサムゲタン風まつたり鍋完成です。これはちょっと手羽先とちょっと食べづらいかもしれない、すごいな。キノコ、ちょっとサムゲタン風に。でこれもやっぱあのレンコンの味が生きるといいなと思って、味付けは最低限で鶏のお出汁とですりおろしのレンコンも入ってるので、ちょっとこうとろみがあるんですよ。はい、じゃあちょっと、はい、お召し上がりください。いただきます。あ、火通したからとろとろ。おいしい。レンコンも粘り気がありますね。美味、ね、しい。このレンコンめちゃくちゃ美味しい。本当ですね。甘みがあって、甘みがありますね。ありますね。うん。なんか止まりませんね。ねえ。なんか割とレンコンってこうあっさりとした味と食感っていうイメージがあるんですけど、すごいホクホクしてね。本当ですね。あ、手羽もうまい。いいですね。寒いからまた。うん。手羽もプリプリ。うん、これめっちゃうまい。もう本当に美味しいです。いいですね。ね、うん。すいませんね。なんかとろみがあると、うん、なんかこう次の新たなこれをすりおろして、なんかエビ新醤みたいな。うわあ、いいですね。片栗粉入れて。最高。いいかもです。うん、はい。あ、エビ新醤いいよ。エビ新醤みたいな、うん、レンコン新醤なんていうの。ね。はい。いいなと思っちゃいました。次週出ます。次週。はい。一緒作ります。一緒に。節減、本当に食材あるの、これは無理でしょう。70センチぐらいありますかね、雪がね。70センチ、うん、これを掘って、掘るんですか。掘るんです。掘るんじゃん、今回も、うん、毎回掘るな、もう3ヶ月連続で掘ってるよ、何かを。